ヘイヨー、ケンズ飯です。今日もね、クララやっていくんですけど、今日はですね、こちらのデッキを使っていきます。高回転バルーンですね。で、ボムタワーが強くて、もともとインフェルノタワーだったんですけど、ボムタワーが今結構来てると。いった感じで使っていこうと思います。なんで来てるかっていうと、まあ、ゴレとかジャイ、まあ、ジャイはともかく、ゴレとかに強いのと、ペッカとかにも強いですね。その、ボムタワープラススケルトンで守れたりだとか、工場ババニアのラムライダーも抑えられるし、ゴーストとかユーノも抑えられるし、まあ、陸受け最強が割とボムタワー。うん。で、範囲攻撃だし、爆破ダメージもあるし、といったところでね。まあ、空に対しても使えるし、まあ、エリゴリに対しても強いしって感じですね。まあ、今使うなら、ボムタワーなんじゃないかなって感じだと思います。よいしょ。まずディガーで削っていきましょうか。その、インフェルノタワー使ったらもちろんね、ゴレとかラバニアは超強くなるんですけど、だったらそれしなくても、ボムタワーで勝った方が幅広いんじゃないかなっていうところだと思います。ボムタワーじゃなくてインフェルノタワーだと逆にエリクサーゴーレムがきつくなっちゃうんで、そういうところかなと思ってます。バルーン出してあげて。多分トルネで起動されますね、これは。はい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 。ウォールブレーカーか、これ。ホグか。オッケー、ボムタワーで守ります。ってことは、相手はロケット削りしつつ、って感じですね。なので、こっちはバルーンの爆破とか入れつつ、あとディガーで削っていく。あと、防衛にはボムタワーを絶対置いていきたいですね。相手ロケットなんで、このボムタワーを突破しづらいはずですね。おそらくは。はい。ディガー行きましょうか、これ、まず。バルキーで当てられる。高めマスケ出しといて。まあ、これはね、入るのしゃあないんで。一旦放置しようか。放置して守りかけしましょう。これさ、ゴブリン来ないか。まあまあ、いっか、おいしいおいしいおいしい。ボムタワーさえあれば、守れる。ゴブリン来るんで、まあ、雪玉で弾きつつ、まあ、若干ダメージあればいいかなぐらいで、多分相手はねこうすぐ攻めてくるんで、アイゴレとか出しておいてあげて、はい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 、とロケット撃つか。これトルネかな、これね、か。防衛難しいよ、これ。ボムタワーがある。攻める。ロケット撃たれる。爆破入ったらな、最高なんだけど、まあ、ディガー削りか。あ、惜しいな。今みたいな感じで、頑張ってね、攻めていきたい。相手が攻めてきた瞬間に攻め返すのが多分ポイントですね。ロケット削りはまだされないと思うんだけど、よいしょ、ボムタワー出してあげて、いい感じにね、トルネ使ってほしいな、これ。 OK で爆破さえ入れば、あー入らんか、これ。うーん、難しいですね。2周目バルーンを刺すしかないんで。ファルチェが来る。で、雪玉で弾けば、これは爆破入りそうですね。OK。で、ボムタワーで処理できるし。こっちは強いでいいもんね。OK、これもらったでしょ、さすがに。いや、これ入るんか。あー、なるほどね、なるほどね。OK、いけそうじゃね、これ。これはさすがにいけそう。
受けって打ったところで、オッケー、よし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 、あぶねーといった感じで、どうだろうな、まあそのお手本にするほどのバルの立ち回りではなさそうだけど、2周目バルを刺すしかなさそうだな、今の相手は。さあ考えいきましょう。まあ勝てば OK ですね。でボムタワーがやっぱりホグに対しての防衛でも安定した火力ですね。でインフェルノタワーだとホグ飛ばされるだけきついんですよね。なのでそういう部分でも5個数が4個数になってあんま変わりないんだったらいいんじゃねって感じですね。インフェじゃないと何がきついんだろうな、ボムタワー。まあ言うてやっぱボムタワーが今強いっすよね。ごぼうりとかもね、前流行ったんですけど、施設としては。まあ、ごぼうり使うぐらいだったらボムタワーでよくね、みたいな風潮があって、本当にね、ちょっと前までボムタワー本当に超雑魚キャラだったんですけど、出世したなと思って。あとね、マスケット重視がこのデッキは強いよな。俺はね、マスケット重視最強説を歌ってるんで、本当に。めちゃめちゃ強い。よいしょ。延命してあげつつ、一気が行きましょうか。ファイボウッター、オッケー、これ、しばける。アド取ってるんですけど、今、ベビドラのあれが美味しいんで。後ろから行きます。エリゴルかなこれ、相手。エリゴルっぽいんで、これを処理して、行きたいね。オッケー、ここで行きましょう。ファイボウとライドラか。なるほどね。はい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 、これさこうしかないよね。とりあえずオッケー、起動しといて、これで、とりあえず次のね、まあエリゴレとか来たら、これマジで来ないよな、来るんかーい。まあしゃあないですね。このな、難しいな。ボムタワーだからさすがに勝ちたいですね。来たらボム置けばよくて、来なかったら雪玉で処理かな。オッケー。キングキッド頑張って。ライドラがいる。ファイボもある。こうしましょうか。で出させて、マジアチャが来るか。マスケ最強、こうしましょう。一発 OK。待ちつつですね。相手やりごれ出してこないな。まあ刺さんないからね、シンプルに。来た。よいしょ。これで処理しつつ。ただ、このな、ベビドラが結構厄介なんで、しっかり受けときたいな。オッケー、こっちも処理させといて、でボムタワーはここでいいかな。でバックアが入りつつ、相手トルネ使って、結構難しいが、しかしいけそうではある。オッケーオッケーオッケー、行ったなこれは。でボムタワー出して、オッケー、ジジ。まあ、これもね、相性がいいかな、本当に。ボムタワーが強いのと、まあ、マスケちょっと途中ね、わちゃわちゃ鳴ってしまったんですけど、勝ててるからまあオッケーかな。一応ランキングそんなに悪くないトロタイなので、まあ、ボムタワーの強さが際立つかなって感じですね。ちょっとバルーンに今、ちょっと練習中なんですよね。練習中なデッキを出して、ね、申し訳ないんですけど。
まあ見ててね、ボムタワー便利だなっていうのを分かっていただければいいかなと思います。本当にね、ボムタワーが強いな。爆破ダメージも時としては強いし、やっぱシンプルに体力高くて寄せられて範囲攻撃、あとボムタワーとスケルトンアイゴレとかが相性いいので、それで寄せてって感じですね。本当にボムタワー今どのデッキにも入ってるんで、先日紹介したスケルトンラッシュにも入ってるしみたいな。ゴレとかにはさすがにね、エリゴレが入ってるんですけど、とはいえボムタワーでも全然勝てると思いますね。そんかげ今ね、ちょっと便利かなと思います、ボムタワー。ディガー出してあげて、クロスかな、これクロスね。これバルーンめちゃめちゃ相性いいんですよね。違った、なんだ、相手もバルーンか、もしかしたら。そうっぽいっすね。突っ込みますか。突っ込んであげて。あ、しかもミラーだ、これ。同じ試合っすね。いやー、これやってしまった感があるな。まあまあまあ、一旦落ち着きましょう。一旦つきましょう。ちょっと今のはね、俺のね、バルーンの攻防が下手だった。寄せて、ボムタワーで寄せてとか、あとマスケと雪玉で処理しつつ、相手のマスケも処理したいから、雪玉はディガーマスケで使いたくて、みたいな感じですね。非常に難しい。非常に難しい。緊張しております。バルーン初心者、緊張しております。マスケこっち出していいんかな？一応構えとくけど、手前に出してロリババで処理して、一応延命してあげてみたいな。で、出させといてこっちで処理してあげて、ボムタワーですね。まあ一応処理できますね。ただね、爆破がいて、これ。雪玉切ったでしょ？難しい。アイゴレ出しつつ、後ろからマスケで展開しよっか。よいしょ。延命してあげて、ディガー飛ばして、雪玉消せればいいんだよね。オッケー、まあオッケー、まあ際どいところだね。相手も絶対同じことしてくるんで、マスケ出しといて、いやー難しいな、これどうしよう。マスケ出しつつ、こうバック上げつつ、合ってるんかな。で、これ名刺されいくか。よいしょ。タイブレイカーで勝ちたいか、これ。難しいんですよね。どうしようかな。本当にどうしよう。ごめんね。バルーン同士はね、わかんねえわ、正直。とりあえず、これするものの、みたいな。ここ、延命、カットいて。ね、嫌な予感しかしないですね、これ。やばそう。で、ここ制しといて、ここで許容していくしかないな。で、処理しつつ、
とはいえですよね、これ。わかんねえ、こればかりはごめんなさい。俺の熟練度の差が出ました。どうしたらいいんだろう。もうシンプルなギガ削ぎの差とか、まあ、この爆破の入るあれかなって感じはするんですけど。グッドゲームですね。まあ、ということで、とりあえず、なんだろうな。ボムタワーがついてるのが今日のメインなので、まあ分かってくれたかなって部分と、このバルーンデッキがね、今ちょっと流行ってるんで、まあバルーン使ってる方とかは特に、使ってみると面白いんじゃないかなと思ってます。難しいっすね。てかこれも多分 TB、俺がパクったのこの人だっけな。違うな。この人が使っててって感じですね。日本人が結構使ってます。まあ、特にこの二つ目のマジアチャーじゃねえ、エリゴリに勝てるのが結構でかかったりするんで、まあ、ぜひ使ってみてください。ちょっとバルーンもね、俺本当に今まで、ね、苦手でずっと逃げてて、本当にバルーンってものを触ったことがなかったんですよね。だからちょっと最近ね、練習し始めて、まだまだ下手くそなんですけど、まあ、下手くそっていうのを認めてね、そっから上手くなりたいなっていうふうにすごく思うので、まあ、誰しもがってか俺も、神器とかさ、ゴレとか得意デッキもさ、もともと成長下手くそだった状態から始めたんで、もうよりね、来年、まあ、プロの厚みを持たせるためにも、自分の下手くそなデッキをよりね、練習していこうと思うんですけど、まあ、その中でね、このデッキいいよって、一緒に練習しようっていうデッキはね、紹介していくので、まあ、今回みたいな動画もね、ぼちぼち作っていこうかなと思いました。相手の立ち回りうまかったですね。まあ、多分、差としては、バルーンを全然出してこなかった。守られるんでね。こっちのバルーンも、バルーンが入ることはないんで、だディガー削りで、頑張るしかなかったですね。あと、マスケンメイとかそこら辺かな。参考になりました。ということで、おつめし、バイバイ。